アンテフ六世は古代エジプト第十七王朝の第四代または古代ファラオ。資料によってはアンテフ七世とも呼ばれる。即位名はネブケペルラー。記録に乏しい第十七王朝時代で最も多くの記録が残っている王の一人である。上、エジプト各地の多くの寺院を修復し、自らの名を刻んでおり、新しい神殿も築いている。コプトスの碑文の日付から、 少なくとも3年間は、統治したと考えられる。彼の行った事業の数を考慮するとこれよりもかなり、長期間在位していた可能性もある。先代のアンテフ5世が残した秘文から、先代の王とは兄弟だったとされる。また、同時代の神殿秘文から、二人は、同じ王朝のセケムラーシェドタウイセベクエムサフの息子であったことも判明している。王妃、セベクエムサフは、 王の姉妹という称号を与えられており、この王は後継者のアンテフ7世かセナクトエナーである可能性がある。ネブケペルラアンテフがアンテフの名前で呼ばれた何人目の王であるかは第二中間期の歴史的資料が乏しいこともあり、正確には分かっていない。多くの研究者は暫定的にアンテフ6世もしくは7世と呼んでおり、この記事では最新の資料に従って アンテフ6世と表記しているが、今後の発見次第ではさらに数字が繰り上げられる可能性がある。アンテフ6世の墓は1800年代に洞窟者によって暴かれ、副葬品のいくつかは市場を通じて西洋人の収集家に渡った。その中の一つである棺は大英博物館が購入し、現在も展示されている。応募そのものは1800年代末に学者によって、 発見されたが、その後、再び場所がわからなくなっていた。2002年に、ドイツの調査隊によって、再び発見され、ロイター通信によって大々的に世界へ向けて、発信された。現室の背後には、泥レンガの小さなピラミッドが築かれ、外壁で囲まれていたほか、その隣には霊拝堂が付属していた。ありがとうございます。